にちは、日向洋一です。それではまた今回も経営者のための離婚の危機脱出100の知恵からお話をしていきたいと思います。今回はですね、15番目、他力本願症候群、相手が変わるのを待つと苛立つだけというお話をしたいと思います。他力本願というのは、自分の力じゃなくて他の力で、救ってもらうみたいな、宗教用語ですね、仏教用語だと多分思うんですが、自力本願と他力本願、他の人の力によって自分の願いを叶えてもらうということですね。で、夫婦の関係に問題が起こってくるというか、摩擦を感じると、やっぱり我々はどうしても相手を責めるわけですよね。自分はこういうふうに、自分は悪くないのに相手が悪いと。で、妻さえ変わってくれたら問題が解決するのにっていうふうに感じるわけです。で、私たちは痛みを感じるときにどうしても自分は苦しいので、自分 の内側に目を向けるよりも、外側を責めやすいわけですね。それは私ももちろん例外ではないですし、全ての人がそういうふうに思いやすいです。で、実際私のカウンセリングを受けに来られる方々でも、妻を変えてくださいと、もう妻がイライラしてどうしようもないので何とかしてくださいみたいな感じの相談に来られる方もいらっしゃいます。で、そういう時にいつも必ずお話しするのは、私たちは自分以外の人を変えることができない。自分自身だって変えるの難しいですよね。ですけれど、他の人を変えるっていうことは絶対できないわけですね。で、私たちができることは、やっぱり自分自身を見つめるということなんです。で、聖書の中の例え話で、あなた方はね、目の中に丸田んぼが入ってるじゃないかと。で、目の中に丸田んぼが、自分の目の中に丸田んぼが入ってるのに、他の人の目のおがくずを取ることができるのかと。で、まず自分の目から丸田んぼを取り除きなさいっていうふうに、イエス・キリストがおっしゃったっていうふうに書かれてるんですけど、どういうことかっていうと、やっぱ関係っていうのは2人の関係なので、絶対両方に何かしらの原因があるんですね。で、相手を責めても何の解決にもならないんです。で、私たちがいつも自分に聞かなければいけない、なんか関係で問題があった時にいつも自分に聞かなければならないのは、私に何ができるだろう、私はどう変われるだろう、私はこれから何を学ぶことができるだろうということなんですね。ですので、私はカウンセリングの中ではほとんど相手に対して相手を変えるためにこういうふうにしましょうっていうふうには言わないですね。あなたがより良い夫になるためにどうしたらいいですか、あなた自身がより良い思いやりのある人になるためにはどうしたらいいですかっていう話をします。どうしてかというと、そうしたら関係って良くなるんですよね。で、自分に集中したら関係は良くなるんです。でも相手に集中したら関係って絶対良くならないですよね。妻がこうしてくれたらいいのに、妻がこうなったらいいのに、そう思いませんか。我々だって相手からこういうふうに変わってもらいたい、こういうふうに変わってもらいたいって言われたら嫌ですよね。だったら俺たちの妻だってそうじゃないですか。ですから私自身も、夫としていつも考えなければいけないのは、夏江がね、幸せになるためにはどんなふうに自分はしてあげたらいいだろうということをいつも考えますね。身近な例で言えば、昨日とかは新聞を縛ってリサイクルに出すわけですよね。そのトイレットペーパーと交換してもらうわけですけど、
でそれはやってあげるとやっぱり嬉しいわけですよね。重たいし、その運ぶのも大変だし、でそれを私が縛あの紐で縛ってあげて持ってってあげたらやっぱ嬉しいわけですよね。であとはまあ例えばあの食事の後にテーブルを拭くわけですよね。であのまあざっと拭くんじゃなくて本当に丁寧に綺麗にテーブルが本当に汚れが全くないように、まあ当たり前の話なんですけどそれ拭くと。でそれもあの夏代はまあすごい綺麗好きなので、あのそういうことがすごくあの彼女にとって大切なんですね。まあ私にしてみたらまあ大体ざっと拭いてあればいいだろうぐらいの感覚なわけですけど、でも彼女にとってそれすごい大切なことなんですよね。だからそれを自分は夫としてやってあげるということなんですね。であのそれで彼女が喜んで私に対してもっとあの優しくしてくれるとか、あのニコニコしてくれるという、まあ、それはあのそれとしてあるわけですけど、まあ、それはあのなんて言うんでしょうね、あの結果として与えられる、まあ、ご褒美みたいなもので、あのなんて言うんでしょう、それを狙ってやることができる。